岐阜県立大垣南高等学校は岐阜県大垣市にある公立高等学校。地元では南高と呼ばれることが多い。2002年頃までは40人学級の8クラス編成で1学年320人という定員で構成されていたが性能学区の生徒減少に伴い40人学級の7クラス編成で 一学年280人という定員で構成されていたが現在は40人、学級6クラス編成で一学年240人定員となった。定員のうちの5割の生徒を岐阜県教育委員会が定めるところの特色化選抜入試の枠として設け、そこから差し引いた人数分が一般選抜入試の募集定員となっている。養老鉄道養老線の最寄り駅が 学校に近いため、市内だけではなく、養老町や南農町、海津町や伊比郡部など、近鉄沿線の生徒が通学しやすいことも少なからず、影響している。大垣市内の中でもやや養老町よりであり、のどかな田園風景が広がっている。国道258号線や、名神高速道路といった、交通量の多い道路が近くを走るが、至って静かである。 通学はほぼ全員が養老鉄道を利用するか自転車利用となっている。近隣には大垣特別支援学校があり、定期的に大垣特別支援学校の生徒との交流が行われ、結びつきが強い。隣接する朝中公園総合グラウンドには市内最大級の陸上競技場や野球場等があり、南高でも部活等でよく使うことがある。フェンシング部は 全国レベルの大会に常連であり、世界大会やインターハイ、全国選抜大会、国体で優勝した実績を持つ。野球部は夏の大会で4度決勝へ進み、それぞれ県準優勝を果たしている。かつて何度も日本一に輝いた水球部は大垣東高へと受け継がれている。運動警部活動一覧岐阜県下では唯一のオーケストラ部があり、 オーケストラフェスタという演奏会に出場している。2005年4月には愛知万博のオーストラリア館で行われたオーストラリアの高校生とのジョイントコンサートを行った演劇部は中部大会出場の実績がある文化系部活動一覧ありがとうございます。